こんにちは、ハレです。今回は顔だけで評価されず、真のモテ男になりたい人が身につけるべき絶対要素について紹介していこうと思います。今回の内容は表面的な魅力でなく、中身の魅力を特にアップさせて女子から好印象を持ってもらいたいという男性には特に知ってほしい内容になるかなと思います。というのも、私が恋愛のことについて発信した時、ただしイケメンに限るというコメントだったことがあるんですけど、実際世の中でモテてる男性っていうのはイケメンだけじゃないことも結構多かったりします。そこのイケメンだからモテてる方と、イケメンじゃないのにモテてる方はなんでモテてるかと言ったら、ズバリこれは外見上ではない、中身の魅力をどれだけ出せてるかというところにあるかなと私は思います。今回は最近寒くなってきた中での、私の春の日常とともに聞いて学び見て楽しめる動画スタイルでお届けできたらと思いますので、この動画がもしも良ければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということで早速、一つ目の法則は自分のキャラをよく分析して理解していることです。これに関しては、それってどうやってやるのと思う方も多いと思うので、最初に女子側からの意見を紹介しようと思います。ブサイク野郎マチな感じで、俺ってかっこいいからさとかいうお笑い担当好き、ちょっとやんちゃな感じだけど実際見たらめっちゃ礼儀正しい、イケメンではないけど服がおしゃれ、なんかいつも会うといい匂いする人、こういった意見も踏まえて解説していくと、まずこの自分のキャラを理解しているっていうことは、本当に恋愛のみならず一人の人間としての魅力度にだいぶ差がつくものだなと思います。ここで大事なのが分析しているかどうかっていうことなんですよね。これって実際多くの方が勝手に自分のキャラを確立してしまって、実際他の人から見たら、いやそうじゃないのになと思うことを本人がやってしまうっていうこともよくあるあるなパターンだったりします。例えば先ほど女子意見であった、ムサイクやろマチな感じで俺ってかっこいいからさっていうお笑い担当好きっていう意見あったんですけど、例えばこれとかだと、そもそも自分が本当はそんなにイケメンじゃないことを認識できているっていう、まずこの分析が素晴らしいですよねこれは本当に何も考えずにそれを見たら、自虐ネタ好きなのかなこの人みたいに見られなくもないかもしれないですけど、でもそれでもブサイク野郎までを一セットとして、その俺ってかっこいいからさっていう言葉を言えちゃうっていうところに、その対応力というかある種の気遣いみたいなところも含めて、すごいなこの人って、面白いな、どんな人なんだろうなっていう風にこう興味を持つきっかけにすごいなりやすいんですよね。恋愛だけではなく、人として営業トークがすごく上手かったり、本当に会話が得意だろうなこの人って思う人は、自分のキャラをちゃんと理解して、その上で発言だったり態度を変えているっていう方が多いようなイメージがあります。続いての法則は、相手が普段されない言動を多くすることです。これをやってるのは結構美人な方を彼女にしている男性ほどやりがちな行動かなと思います。なので、結構面食いな男性はぜひやっていただきたいなと思うようなことなんですけど、例えば可愛いとよく言われる人にあえて可愛いと言わないとか、見た目は気使ってる人に対して中身をたくさんあえて褒めるなどです。人にとって普段されない言動をされると、なぜ他の人はみんなしてくるのに、なんでこの人はしてこないのかということが気になり始めるんですよね。例えばこれちょっと逆の立場で一個例を出すと、あなたが髪を整えて会いに行った女の人に髪を触れられなかったらどう思いますかね。おそらくなんですけど、これって気づいてるのかなとか、僕にそんな興味ないってことなのかなっていう不安とか、それとも気づいてるけど言ってないだけっていう風にちょっと気になり出しちゃうと思うんですよね。でそれがましてや自分が髪を整えてわざわざ会いに行った人にそれをされたら、そう思う方が実際は多いと思います。これなおさら女子の場合だと、そもそも自分が別に興味持ってる人、興味持ってない人とか関係なく、朝に1時間とか2時間とかかけて服やメイクや髪型などを整えて会いに行くことが多いので、こういう風に言われないってことに対して敏感になりやすい傾向が女性の方がぶっちゃけ高いです。なのでまずは気になり出させることっていうのがすごく大事なんです。下手下手で出てしまうと、女性からすると、この人は普段私がこう言われるようなことを言ってくる人だなっていう、その他の大多数フォルダみたいな形でこう入れてしまうことが実際は多かったりします。ただこの意見だけちょっと聞くと、それってなんか一歩間違えると感じ悪い人にもなりかねないなと思う方もいるんじゃないでしょうか。実際可愛いってみんな言ってるのに一人だけあーみたいなことを言ってたら、いやこれは確かに旗から見ると結構感じが悪い人というか、ちょっと生きてんなみたいな風に思われなくもないかと思うんですけど、一点これをやるときに絶対にポイントとして覚えた方がいいのが、最後の最後では本音を言うことです。会った時や1時
時間ぐらい話してるときは普通にその人の外見について何も触れないけど、例えば1時間半とか会の最後の方になったときに、今日はこんな可愛いと思ってたこと喋れたのはめちゃくちゃ楽しかったわっていう風にこうさらっと言ってくれると、こっちからしたら2時間モヤモヤしてたことが晴れたみたいな感覚になるんですよね。この人ってそんなこと思ってくれたんだっていう安心感であり、ちょっとこの人は他の男性と違うなっていう感覚になりやすいなと感じます。そして本当にモテてる方だったり、本当の意味でこう褒めるのが上手いなって思う方って、こういった自分の本音は最初に言わず最後の最後で本音を出すというような伝え方をされてる方が多いなと思います。3つ目の法則は、常にスマートな行動を心がけることです。外見の魅力ではなく中身でモテてる本当に多くの方が振る舞いに対してとても気遣いを見せてる方が多いなと感じます。女子で男性にスマートさって見せること実はあんまりなかったりするんですけど、男性が女性にスマートさを見せられる場所ってたくさんあるので、そういったところで気を抜かずされてる方って女子をもうキュンキュンさせる方本当に多いなと思います。というのもこれはいくつかの実は根拠もあって、まず一つは、心理学の世界ではピークエンドの法則というものがあるんですけど、出来事の終わりがいい印象だとその回全体がいい印象として認識されるっていう心理なんですよね。例えば、ご飯の最初ぐらいはそんなに盛り上がりがなかったっていう、回だったとしても、最後ら辺ですごく盛り上がったりとかすると、そのご飯に行った出来事自体がとても盛り上がった、すごく楽しかった回というふうに記憶として残りやすいということです。これ以外でもピークエンドっていうのは、このデートの時全般でもそうですし、電話だったりとか LINE とか、こういったいろんな側面でこの法則が実はあったりします。特に、この人めっちゃスマートだなって思う瞬間って、直後の会計の時の対応だったりとか、さらっとこなす言動っていうのが一番目に入りやすいかなと思います。これってお金現金にしますか、カードにしますか、みたいな、こういった迷いの姿勢でうじうじした感じではなく、カードでお願いしますみたいな、さらっと出してくれるっていう感じがすごく素敵に見えます。ちなみになんですけど、実は男性のクレジットカード結構女子はよく見ているという実験内容があることを皆さんご存知でしょうか。有名な、ビザが実施した実験によると、男女の食事中に女性がどこを見ているかというのをウェブカメラを使って検証した結果、男性のカードを多くの女性が見てることが実は判明してるんですよね。例えばさりげなくいいクレカブランドで支払いをしてる人を見たら、見た目でハイブランドばかり揃えている成金のような雰囲気が全然ないのに、意外とそういう一面あるんだってい こう見えちゃった感っていうのがすごくキュンとくるなっていう風に、私自身もちょっと一女子目線として思いました。でそれにプラスして、先ほどの統計データから見てもこれは言えることなんじゃないかなと思います。でもこんなことを男性に言う女性なかなかいないので、意識したことある人もほとんどいないんじゃないかなと思うんですけど、もしも、それ新しい観点だなってちょっと思った方がいたら、私はぜひこの機会にちょっとダイナースクラブカードっていうのをおすすめしたいんですよね。まずおすすめしたい理由一つ目は、圧倒的なブランド力。ダイナースクラブカードってそもそも世界で初めて登場したクレジットカードなんですよね。なので、もともとは医者や弁護士などの限られた富裕層が持っているカードだったんですけど、今だと富裕層の方だけではなくて、一定の信用がある方であれば発行することができるカードなんですね。このダイナースクラブカード、所持者だけが使えるエグゼクティブダイニングっていうサービスがあるんですね。これはダイナースクラブが選んだレストランが一押しのコース料理を優待価格で提供してくれるサービスなんですよね。なのでこういった特典を女性とご飯に行く時などに使ったりすれば、毎日の生活を豊かにするだけでなくて、実は年会費の元も取れるようになります。今年会費っていう言葉を言ったんですが、そもそもダイナースクラブカードは年会費に 24,200 円かかるんですよ。無料で作れるクレカ持ってる人からすると、なんで費用を払う必要があるのかと疑問になるのも普通かなと思います。ここに関しては今回あえて年会費もちゃんとかかるようなダイナースクラブカードをちょっと紹介させてもらった理由にもつながるんですけど、質の高い旅行とかグルメサービスなどの生活を豊かにする特典がたくさんついてくるので、普段現金で支払いを続けてる方よりも、実は
結果的にお得になることが多かったりとか、あとは、まあ、今回私は、まあ、モテる男性っていう角度でちょっと紹介してるのもあり、男性が持ってて、え、この人こんなカード持ってるのってちょっと女性側からするとびっくりする。特にそういったちゃんとクレカのブランドとかも知ってるような結構しっかりとしたスペックの高い女性などを落としたいという方だったり、普段からまあいろんな方からのアプローチが絶えないような美人な女性、可愛い女性っていうのを落としたいと思う方ほど結構このカードはおすすめかなと思ってちょっと今回は紹介させてもらいました。例えばこれ以外でも好きな人とレストランに行くときやホテルに泊まるとき、対象のお店でグレードアップさせるサービスを受けることも可能ですし、女性と一緒にいいレストランに行きたいときにはダイナースセレクトのお店を参考に選ぶこともできたりします。お店選びとかを迷ってしまうという方もいらっしゃったりするので、まあ、そういった方は結構おすすめかなと思います。先ほど年会費24,200円かかるとは言ったんですが、実は今初年度年会費無料でかつ10,000円キャッシュバックの期間限定のキャンペーンもやってるみたいなので、気になる方がいたらぜひぜひ概要欄から詳細見てみてください。そして最後の法則は話題作りのアンテナを常に張っておくことです。メールなどのやり取りであっても実際に対面で会う時で余っても一番大事になるのって究極会話なんですよね。こういった会話に関しても常に盛り上げられるような話題を持っておいたり、そういったことに興味を持っておくというのはとても大事な側面です。特にこの人モテるだろうなって思う方って会話が途切れなかったりとか、女子が好きな角度での話を展開するのが得意な方とか、まあ、そういった方が本当に多かったりするので、まあ、この法則もとっても大事なんじゃないかなと思います。ちなみに女子意見で実際にあったものなんですけど、例えば酒のつまみになる話みたいな話題が一番話してられる、太鼓持ちで逆マウントみたいな取らせてくれるの人面白い、自慢っていうよりはそこに行き着いた過程の話結構聞き入っちゃうっていうような意見がありました。酒のつまみになる話とかだと、例えば次生まれ変わるなら何になりたいとか、例えばじゃあ明日からどっか一カ国行けるならどこ行きたいとか、有名人になり変わるなら誰になりたいとか、仕事の話でもなくプライベートの話でもなく、もしも何々するならみたいな、ちょっと話してて想像が膨らむような面白い話っていうのたくさんあると思います。こういう話って意外と話が盛り上がったりとか、実際テレビ番組でもあるようにお酒を介して話したくなるような話だったりするので、こういったことを言える人っていうのはすごく話して楽しいなと思いますよね。あとはちょっと今の意見でもありましたが、女子にちょっと見栄を張りたい男性とかによくありがちなのは自慢話を結構する方が多いんじゃないかなと思うんですけど、実際自慢話って女子側からすると聞き疲れてしまう方っていうのも多かったりします。なのでまあそういったことをあえて言わずに、例えば俺慶応なんだ、あ俺今商社の営業なんだみたいな、俺今外資系で働いてるんだみたいな結果だけを言うのではなく、例えばいや俺実は高校の時は、慶応に入るのずっと E 判定でもうめっちゃどん底だったけど、勉強めっちゃ頑張ったら奇跡的に慶応入れたみたいな、この過程を重視した話をすると、慶応に入ってる人ってみんな、ね、頭良くてお金持ちな人みたいなイメージがあったけど、なんかそういう人もいるんだみたいな、ちょっと新しい角度で話を展開することもできますよね。まあ、こういう時に思うのは、家庭を話せる人っていうのはちょっと親近感が湧いたり、身近な存在っていう感覚を話を聞いてる側からすると持つことができるので、そういう人もこうすごくやっぱモテやすいなって思うものの一つです。ということで今回は全部で4つの角度から紹介していたんですけども、いかがでしたでしょうか。ぜひぜひ今日からでも明日からでも参考になるものが一つでもあったらとても嬉しいです。今回紹介したダイナースクラブカード、ちょっと私も使ってるんですけど、概要欄の方に詳細貼ってあるので、ぜひぜひそちらの方も見てみてください。ということで今日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。晴れでした。バイバーイ。あー僕はまだ気づいてないだ。